続きそうですね。はい、さあ続きましては今もお話ありました見どころたっぷりの WR なんですが、まずはセミファイナルまでをご覧いただきます。さあ折原の肉肉しげな挑発でスタートしたこの試合、石井智弘対折原正雄の一戦です。この石井選手はインタージュニアのタッグを取ったということで、この日も勢いがとても良くなったそうですね。それあの体も良くなってパワーがついてますよ。そうですね、技の切れ味は折原はちょっと上ですけどね、パワーでは石井選手が上ですからね、はいはい、この日はなかなか折原にペースを握らせません。しかし折原何度も急所攻撃を加え、徐々にペースを自分のものにしていきます。石を何回も危ない角度で落とされましたけど、リズムも上手くなりましたよね。さあここから石井の反撃といきたいところでしたが、なんと折原の計略にはまりレフェリーに攻撃を加えてしまいます。作戦通りといきたい折原ですが、石井が倒したレフリーのカウンターが遅れ、レフリーに詰め寄る折原、そして再び石井の攻撃からレフリーを盾に取ります。結局試合は折原の反則負けの裁定、不服の判定に折原はこのポーズです。セミファイナルではインタージュニアのタイトルマッチが行われました。チャンピオン望月に対するは元チャンピオンの安らおか。望月得意の攻撃で安らおかを攻めてきます。この日は安らおか選手が痛めている左肩を必要に望月選手が狙っていくと、はい、それとか実に上手くなってますよね。望月は今勢いがうん、もう各団体でこれほどたくさん使われている選手ないでしょう、うん、まあ安らおかがチャンピオンの時3回挑戦して負けてますけど、シングル初再開したことでかなり自信つけてますからね。安らおか左腕を攻められると動きが止まってしまいます。望月はこの直下式のブレーンバスターに三角飛び蹴り、得意技で安らおかを追い込みます。安らおかもここでラリアットからタイガースープレックスとつなぎます。一進一退の攻防の中、決定的な一発を放ったのは望月でした。最後はこの旋回式の垂直落下式ブレンバスター、ここで安らおかから3カウント、嬉しい初防衛に成功です。折原から取った時もあのフィニッシュですからね、もう完全な殺人コースに仕上げてますね。ただやはり安らおか選手に勝ちたいという気持ちはその折原選手から取った時も強かったですからね、はい、でやっぱりあの負けててもチャンピオンになったということで自信でつけてますよね。
どうでしょう、今後まだまだいい試合がどんどん続きますかね。望月はね、まあ、JJC にも出てるでしょ、うん、あちこちで活躍してますし、本当にいい選手になってますね。そうですね、やっぱり経験がね、インディーのジュニアではなくてはならない選手になってますよね。そうですね、はい。さあ、それでは注目のメインイベント、天竜大仁田のタッグマッチ、そして試合後のコメントもたっぷりとどうぞ。はい、と行きたいところだったんですが、まあ、この日はこの全試合を今日はご覧いただこうということになっているんですが、やっぱりメインの前の雰囲気というのは、うん、やっぱり、ね、大仁田が出るということでね、あのライト消してそのテーマが流れてくるとやっぱりちょっとムード違いますよね。そうですよね、うん、で天理の次テーマでしょ、うん、あのテーマが続けて流れるわけですからね。はい、それではどうぞ。さあ、このテーマに乗って例によって加えたばこでの入場です。この日はでも WR の興行ということですけれど、はい、感染はどっちの方が良かったんでしょう。大仁田にブーイングかなりありましたけどね。ありましたか、はい、ただね、あの DDT の選手にも固定不安がついてて応援があるんですよ。だから DDT もちゃんとしっかり不安掴んできたなと思いましたよね。さあ、注目の一番は天竜中巻組対大仁田荒谷組。試合は大仁田組の奇襲でスタート。場外で大暴れの大仁田は中巻、そして天竜を痛めつけます。最初からやっぱり場外で持っていこうという気が、はいはい、もうあの大仁田の場合場外普通逃げてやる選手が多いんですけど、攻撃的な場外ですからね。そうですね、そここそがこう自分の持ち場だという意識もあるんでしょうか、はいはいはい、ストリートファイトそのためにああいうコスチュームやってるわけです。さあ、しかしここで天竜は椅子攻撃に渾身のチョップ。攻め込まれた大仁田やはり場外戦で息を吹き返します。大仁田に負けじと荒谷も天竜に気迫のこもった攻撃。やはり荒谷選手としては天竜選手に自分の方向いてほしいという気持ちが大きいですからね、はいはいはい、ただやっぱりこの日一番目立たなかったですよね、荒谷が。ちょっとまだコンディション万全じゃないみたいですけどね。さあ、合体パワーボムでチャンスをものにしたかったアレア組ですが、コーナーで天竜に捕まってしまいます。試合はこのラリアットで天竜組の勝利。しかしこれだけでは終わりませんでした。14分11秒、勝者中巻勝利、天竜源一郎。俺だ、次はお前だ。お前これから新日本に行ってどうするのかよく考えろ、この野郎。俺とずっと新日本で付き合うか。付き合ってもいいぜ、お前。おい、天竜源一郎、新日本プロレスが終わったらお前だ。俺は天竜さんと新日本が終わったらたっどっちや、潰されるか戦いや、そしたらお前がワンをさせなきゃ感じで、はい、おい、はい、あれは引き続け、はい、立ちばっかり知ってるやつはろくなもんじゃねえんじゃ。お前らマスコミの全マスコミにする。俺から頼めより新日本プロレスに、新日本プロレスに条件をする。この条件を述べれば俺は4点中東京ドーム正々堂々と一件、1、長島取締役さんが、はい、俺は正々堂々とタバコを吸って東京ドームに移動する。その際問題になったのは一つ、タバコを落として、タバコを落としてもみ消したこと。それならばお前ら、お前は自ら新日本プロレスのためにリングサイドで、おい、灰皿になれ。これが俺の一つの条件。長島よく聞け、新日本プロレスよく聞け。二つ、
公平中立な立場を取るためレフリーはスタン山本小鉄じゃなくスタン山本小鉄じゃなく公平なる道のくプロレス道のくプロレス鉄と高めを示する。この二つこの二つの条件が伸びなければ本店中東京ドーム何と言われようと出場される。これがインディーズいや虫けらの意地だ。男と男として男と男として約束しろ。まではい俺の真実は俺の真実は真実はお前が取れ。バカだか！どうして行きたい？ジャドの夢をお前に託す。死ぬ気持ちで解説してくれ。男と男の約束だ。わかりました。四点ゼロ。俺の死に場所じゃ！